高部の頭。カスが撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったのう、カスが。近江連合会長は。そこでもうちょい待っとき。まだお掃除がすっ。なんだと、てめえら。ジョンジを叩き直す。軽くひねってあげましょう。さーて、ダメだよ。ゆっくりかい。痛い目に合わせますよ。さーて、俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。どうしたんや。待ち構わすぜ。ゆっくりかい。これで終わりやってきなさい。行くで。俺、俺、私が相手で。やると思った。本気でやってんの。私の番です。ユンスミンかい。私の番よ。俺の番。よし、行くぜ。これで終わりや。さて、よし、ゆっくりか。あ、ないか。ない、君が取った。いいじゃない。せえよ、イチ。あんたが会長？お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を？偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何？おい、一番なんてな。この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも？
冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星の会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろ、そんなことは。白黒つけようぜ、一。くそ、なんか持ち出しやがって。なに、恐れることはねえさ。だってお前、前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか、向こうが手を抜いてたんだろ。それに、沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。さーて、さて、一緒に来い。よし、やるか。かかってきなさい。やんないの？なめんなよ。はい、ありがとよ。俺の番だ。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。
想像？なんでそんなの知ってんだ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。ほら来いよ。よし、まった本気でやってん。さて、あそこで考えて。サンキュー。なめんなよ。俺の番ね。もう一度。よし、行くぞ。痛い目に合わせば捕まっとけ。はあ。私の番だ。一緒。俺の番だな。よっしゃ、行くぜ。様子がおかしい。そうね、折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだな。みんな気をつけてくれよ。痛い目に遭わせますよ。なあ、私の番ね。ほら来いよ。私の番で。いやね、遊んでくんないかね。なめんなよ。よし、絶対負けない。私が相手で。痛い目に合わせますよ。さて、フン。おやつ。私が相手で。かかってきなさい。ぶちかまっすぜ。おら、私の番ね。
私の番ですね。くらえ、眠れ。元になんかした。さて、俺の番だな。私が相手です。あ、ぶっ飛ばしてやる。なめろ。よっしゃ、いくぜ。なにゃ、よし、なめんなよ。さて、せーりゃ、おやすみ。ほら来いよ。よし、行くぞ。待ち構って。私の番ね。私が相手です。やるか。痛い目に合わせますよ。死んでる場合じゃないわよ。ねえ、お気に入り。まだまだこれから。ぶっ飛ばしてよ。私の番です。遊んでくれない。なめんなよ。全力で。俺の番だな。うん、来いよ。私が相手です。よし、お、お、はい、ありがとよ。痛い目に合わせますよ。さて、一緒に来い。俺の番。危ないところでした。よっしゃ、テンション上がりますね。まだ成長できるとはな。頭、何やってんだよあんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。
15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな。もういいだろ。忘れろよ。嫌だよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？よかったんじゃねえか。え？いいんだよ。あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよ。な？これでよかったんだよ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ！
じゃあ、おやさま、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は
桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜、茜さんは腹の中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ、桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんは、その後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間、受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば
全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、大安さんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰が大安さんを？確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎が大安さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんな言葉は考えたことなかったよ。